はい、今日はですね、この100均の猫じゃらしなんですけど、この100均の猫じゃらしが絶妙に使いやすい、絶妙に使いやすいですね、これ。何がいいかと言いますと、まずね、この柄の長さ、これ何センチぐらいかな、80センチ、多分70センチから80センチぐらいあると思うんですけど、こうね、ちょうどこう猫じゃらしを下にやった時に床に来る感じの長さ、若干前屈姿勢になるんですけど、なんだろうな、すごいいい感じなんですよ、この長さが絶妙で。次のポイントはですね、ここね、これわかります、これゴムになってるんですよね。ゴムになってるから、猫にね、猫がこう掴んだというのは、ね、多少こうなんだろう、伸縮が効く伸縮が効くってなんだろう、伸びるんですよね、こんな感じで伸びる伸びる、ストップストップだっていうね、こんな感じなわけですよ。そしてね、これこうね、ポンポンの中に鈴が入ってるタイプ、ポンポンじゃないか、これ、まあ、とにかくそういう毛玉の中にね、鈴が入ってるタイプがね、ライちゃん大好きなんで、すごいね、いい食いつきをしてくれるんですよ。そしてこのホヤホヤね、おまけに、このホヤホヤがね、この絶妙な、なんだろう、ライスなんだ、まあ、ライスのこう食いつきをね、あげてくれるっていう一品ですね。これがね、100円で買えるんですよ。びっくりしましたね、これ見つけた時は。え、これ100円と思って。こんなホームセンターで買ったら300円、安くても300円ですよ。高かったら500円とかね。で、これをこうやってこう走らせるわけですよ、こうやって。ずっとほら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 、こんな感じ、こんな感じでうわーっと走らせると、もうずーっとついていきますね、ほんとついていきますね、ほんとついていきますね、ほんと、あーちょっとずーっとついていきますね、ほんと。これでね、しばらく遊んでやると、このライスを満足して寝るわけですよ。このね、このハウスもね、3500円で買ったんですけど、ただのね、ぬいぐるみ入れになってますよ、これ。これ、蹴りぐるみで、こっちがあれ、おもちゃです、おもちゃ。ライスが蹴り蹴りするやつ。ね、このハウスね、風磨のバッグにね、ライスが入ってる動画あげたと思うんですけど、ああいう、なんだろう、平べったいものが、ライス好きなのかなと思って。ハウス買ったんですけど、もう全然ダメでしたね。なんだろう、ナイロンのテカテカ感が良かったんですかね。このふわふわしたやつだとね、全然入らないんですよね。入った入るんですけど、なんだろう入るんですけど、普段は入らない、いない時は別に入んないんですよ。この毛布の上でいつも寝てるんで、なぜかね、プーマのね、バッグが好きなんですよね。動画にはしてないんですけど、プーマのバッグ置いてた日、あれ開けっぱなしにしてたら、中にね、ライスが入ってて、深夜にあれライスいねえなと思って目覚ましたら、バッグの中でね、グースが寝てたんですよ。もう完全に熟睡状態どんだけあれ気に入ったのよって。本線の3500円のさ、猫用のハウスに入んないくせに、なんであれには入っちゃったんだか。何がいいんだろうな、あれね。かと思えばこっちの、ね、安い100円の猫じゃらしは大好きなわけですよね。よくわからんな、お前は。よくわからんやつだな。まあ、とにかくね、この猫じゃらしおすすめですよ。これいいっすよ、100円、100円でこれですからね。たとえじゃれなくてもなんかね、え、まあ損した気にならないですね。あ、100円だもんねっていう感じに思えるわけですよ。猫じゃらしもね、ほんとちょっと感覚狂ってましたけど、今まで
ね、ポンポン買ってましたけど、結構高いですよね。ね、300円ぐらい。まあ、400円ぐらいですか。うん。猫じゃらし。これはね、この100円の猫じゃらしでいいっていうね、感じで。で、高ければじゃれるっていうわけじゃないんで、まあ、丈夫なのかもしれないけど。でもね、多分ね、これを、まあ、3本ないし4本買った、ね、耐久度。結局壊れたら買えりゃいいんで。ね、と、その1本の400円の猫じゃらしを使った時の耐久度っていうのは多分ね、多分4本の方が結果的にはね、長く遊べるんじゃないかなっていう、ちょっとうまく話せないんですけど、まあ、そんな気がしてます。だからね、この猫じゃらしですね、もうなんかほんととりあえずライスと遊ぶときはこれで最近やってますね。前はあのただの猫じゃらし、あの黄色いやつ、ちっちゃい頭ぶつけたないな。ちっちゃいときから遊んでた、ちっちゃいあの黄色い猫じゃらしで遊んでたんですけど、今はこれですね。子猫にはちょっと大きいですかね、これはね。でもこれくらいの猫になっちゃえばね、ライス今4ヶ月、5ヶ月ぐらいかな。5ヶ月ぐらいになっちゃえばもうこれで大丈夫ですね。最近ね、ライスも何だろう、マーキングするようになったのがね、うちから帰ってくるとなんだろう、たまにそのスーパーの袋とか温泉の袋とかがね、何だろう、すごく臭くなってる時があるんですよね。まあ明らかにその臭いもの買ったわけじゃないのに、もうその何だろう、もうあこいつだって思う匂いを発するわけですよ、そのスーパーの袋から。ね、こいつの匂いが、こやつの匂いがするわけですよ。多分ね、これマーキングし始めてますね。まあ日常的にやることではないんですけど、なんかたまにそういうことがあるんですよね。あれなんかくせえなみたいな、あらいちゃんやったなこれっていう。なんか液体みたいなのは見えないんですけど、キルキみたいな感じでパーってやるんですかね。どうなんでしょう。それとも興奮するとなんか出ちゃうのかな。出ちゃうのかもしれません。オスですからね。はい。メスもやるのかな、マーキングって。まあね、そんな感じでこのね、100均猫じゃらし非常にいいのでおすすめです。やられちゃう。ね。いいねこれね。みんなこれ好きだね。あいちゃんこれ好きだね。ね、あのハウスに入ってもいいんだよ。あのハウスで寝てもいいんだよ。あいちゃんがあの俺にまとわりつくと俺がちょっと寝づらいから、あのハウスに入ってもいいんだよね。あのプーマバッグは高いからダメだけど、セレブだ。セレブニャンコだ。セレブニャンコ、セレブニャンコちゃん、セレブニャンコね。